はい。それでは、地学の授業を始めたいと思います。本日は、東大2022年の問題の、いよいよフィナーレというね。まあ、そんなあたりになってきますが、まあ、前回はね、あの、これだけ読んだんですかって言われますけれども、そうです。2の3分の1乗ね。これをどういうふうに使うかなという、まあ、そこら辺が鍵を握るよと言ったあたりで終わったのですけれども、さあ、それでは、カッコ1ね。うん 太陽の周りを公転する惑星と同様に、惑星の周りを公転する衛星の運動もケプラーの法則に従っていると。で、木星には、ガリレオ衛星と呼ばれる特に大きな4つの衛星ね。イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストね。この辺があります。で、その中で、そう。イオ、エウロパ、ガニメデね。 カリスとムシちいましたねって話になりますけれども、まあそこはいいだろう。だってそこまでやるとまたさ、手間が増えるだけですからね。これらのそれぞれの公転周期ね、うん。まあそう、頭文字を取ったんだねって話になりますが、PI, PE, PG ね。これは1対2対4の整数比の関係ね。これが成り立つことが知られているというところです。で、そしてじゃあ A 行きましょうかという話になりますが、うん イオの公転軌道の長半径ね。まあ、つまり、木星からの最大距離と最小距離の平均のことです。これをそう。AI イコール 4.2×10 の5乗キロメートルね。としておきまして、エウロパとガニメデの軌道の長半径ね。AEAG ね。これをそう。 有効数字。二桁でそれぞれ求めよと。いう話になっておりますので、まあね、公転周期もありますよ。それからさらにちゃんと長半径まで与えてるじゃないですかというね。うん。話になってきますので、そうです。ケプラーの第三法則の出番でしたね、やっぱりね。ということで、そう。 PI 事乗分の PI 3乗イコール PE 事乗分の AE 3乗ね。で、それからあと PG 事乗分の AG の3乗ですというね。だからそう、何はともあれ、P 周期の事乗分の、そう、長半径ね。だからまあその天体からの平均距離という風うに表現することもできますね。 まあ今回だと木星からの平均距離ね。まあそれの3乗ですよとね。まあその値っていうのが一定値を取るんですよという。まあそこらを分かってもらえればいいから、まずいきますか。この先の2つを見ることによって AE を出しましょうとね。で、そうするとそう。AE3 乗について解いた時点で、 PI 事情分の PE 事情ね。まあこれが出てきているんですが、結局全体を3分の1乗しなきゃいけませんよということになりますので、まず式的にはこんな感じで出るよというところね。で、それからまたね、いよいよ数値を入れましょうかということで、はい。AI として 4.2×10 の5乗キロメートルね。まあもちろんキロメートル単位で最終結果を出すつもりなら全く問題はありませんよとね。 で、それで次なんだよな。pi 分の pe ですけれども、まあ何はともあれそう。比が与えられてます。で、分数の形式になってますが、実質は比を考えてくださいねという。まあそういうお話じゃないですかということで、大変マッチしてるんですよ。という話になって、この通りそう。pi が1で pe が2という関係になってますから、 一分の二つまり二の三分の二乗ということになります。で、そこから次の話なんですけれども、えー、っと、いよいよね、この辺本当にどう使うのという、まあそこら辺の問題になりまして、うん、確かにね、あの、二の三分の二乗ね、うん、まあこれの掛け算じゃないですかという、まあそこら辺を考えてやっても悪いことはないのですけれども、 もともと公転周期の日だけ与えられてまして、その日さえ分かっていれば、ちゃんと計算できるんですからな。まあ、そこら辺、take it easy というような感じでな。よろしくお願いいたしますよ、というところです。だからな、これを見たときに、まあ、2の3分の2乗を見たときに、ほんまにこれ頑張って自乗するのかと思うじゃないですか。1.26なんていう3桁のあたりですね。っていうことなんで、まあ、どう頭を働かせるのかと言ったら、はい。 うまい具合に、2ね。これっていうのを、2の1乗割ることの2の3分の1乗ですよ、というね。そうすると、1、2、あ1ひく3分の1ね。まあ、こんな話になってきて、ちゃんとここのところに結びついてくるじゃないですか、というね。話でそう。はい。 一乗ですよ。そっからさらに三分の一乗、減じますよという扱いで、2割1.26ね。で、それでもって計算してって、まあ、有効数字ね。二桁でしょうって話になってきますので、この通りね。6.7×10 の5乗キロメートルですよ。というところです。で、まあ、もう一個はあっさりいきたいと思いますが、うん、だって、式の形としては全く同じね。 で、ただし、pi 分の pg の3分の2乗になってますと。で、それでもって、はい、pi ということで、まずは値を代入しまして、で、それからあとね、まだ続くんですよっていうことになりまして、pg ÷ pi だから、まあ、ただの相対値ですけども、4 ÷ 1じゃないですかというね。だから、これの3分の2乗を考えてくださいとね。ね で、まあそう、ちょいちょいと計算していって、こんな感じで出てくりゃ OK ですけれども、うん。だからまあ要は、今度の場合だとすると、そうですね。うん、また、2に関してのところですけれども、4ということは2の事乗ですからね。だから、2の事乗のさらに3分の2乗ですよということで、2の3分の4乗ね。 っていうことはそう。結局、掛け算でばらせるじゃないですかという話になりますので、ね、しっかりと最後までそつなく計算してってねというところです。で、それでもってなという話になりますが、B ね。イオでは活発な火山活動が起こっておりね、内部が高温になっていると考えられていると。 まあ、ほぼほぼ間違いないでしょうが、確証が得られているかといったらそういうレベルでもないしね。で、この高温の最も重要な原因ね、と考えられるものを答えよと。いう話になってまして、果たしてそう、何が重要なんでしょうかということを考えると、だってこれだってあの、大質量の木製の周りを回っているんですからね。 っていうことになりますので、結局のところは、うん。これ、木星の周り回ってますからね。で、木星っていうのはめちゃくちゃ重いのよとね。まあ、それでもね、太陽と比べたらものすごくしょぼいんですけどね。まあ、予想反射はすると、ね。ということで、重力大きい。で、他の天体にまで、 ある種直いを出してきますよという。まあそこら辺が味噌なんですけれども、まあ何はともあれそう。木製の重力に起因する超積感ですね。うん。あの、潮が満ちたり引いたりということが起こるあれの話ですね。ま、うん、あと、そんなあたりにありますよというね。うん。感じになってきますので、まあ肝心な時サッとできるようになるということです。 で、それからまた次の話ですが、今度2番ね。水星は惑星の中で最も小さいが、平均密度は惑星の中で2番目に大きくね。表面には地球の衛星である月と同様に、他の地球型惑星に比べて多くのクレーターを残していると。で、また、水星の公転軌道はね、 他の惑星と比較して特に大きな自信率を持っているということうです。で、それじゃあ早速ですが、A ね。水星が大きな平均密度を持つことは、水星の内部構造のどのような特徴を反映していると考えられるかと。と で、簡潔に述べよと言っておりますけれども、まあね、どのような特徴ってことは、あの、何個も何個もあげ人ってそうそういないとは思いますが、まあいいや、それはね。うん、まあ、何はともあれそう。まあ、一番主要なやつを一個ポーンと答えてもらえればいいんでしょうね、というお話になってきますけれども、要するにそれはなあ、あの、核ですよ、あとあるいはマントですよとか、あるにはありますけれども、そこのところの割合って、 一定なわけでも何でもありませんからねという。まあそこら辺に注意してほしいのですけれども。ああ。そうです。こんな感じでそう。核の占める割合ね。鉄を主成分とした核の占める割合ね。これが大きくなってくれば密度は上がるよという。話になってまして。 で、そしてなっていうことになって、ちょっとめくりすぎたということになりますけれども、うん、もう一丁ね。B ですが、水性表面に多くのクレーターね。これが消えずに残されていることの主要な原因ね。これを一人行程度で答えるとね、うん。いう話になっていまして、これはどういうことなんでしょうかと。あの、地球にだってね。 地球できた頃にはクレーターというのはいっぱいあったはずなんだけれども、でもいつの間にかなくなっちゃってるんですよ。で、なんでなくなったんだろうっていうことを考えますと、そうなんだよな。大気や液体の水ね。うん、こういうものがあるせいで風化作用っていうのは起こるわけじゃないですかというね。話になりますから、そうです。風化作用の主な要因となる。 大気や液体の水ね。こういうものが存在しないからこそ、風化もなく今まで生き残っているのですよという。まあそこらが分かってもらえるといいねと。いうお話です、はい。で、それからまた次ね。今度2番ですが、カッコ2ですが。水、うん、星は惑星の中で最も小さいね。うん、だけどそう。結局平均密度が 2番目に大きいね。で、クレーターがあって、で、それでもってそう、いよいよ出た。公転軌道ね。これが他の惑星と比較して特に大きな地震率がありますと。で、C ですけれども、水星の円日点での公転速度 VA ね。これに対する近日点での公転速度 VP ね。これの比を図1の3ね。 こいつを参考にして、軌道離心率 E ね。これを用いて表すと。で、また E イコール0.21ね。なんか具体的な数が出てきましたけれども、0.21って相当にでかいですよ。だって2割ですからねって話ですが、高点速度の比ね。これを有効数字2桁で求めるという話になっておりますので、まあ何を使うのかと言ったら、そりゃなぁ。 まずそう。太陽から近日点までの距離なんだとすれば、この長半径 A あったところから EA ね。楕円の中心から太陽までの距離分だけ引いてあげたらいいじゃないとね。そういうお話。で、またそう。円日点までの距離だったらさっき引いた分を足し算してあげればちゃんと出てくるよということで、1たすかけ a ね。うん という風うになりますので、はい。面積速度一定の法則ね。まあ、ケプラーの第二法則のお話ですね。っていうことになって、ほらね。うん、あの、速度と、あとこの近日点、円日点であれば、それぞれ太陽までの距離ね。 これの積というのが一定というふうに考えてもいいし、あとは反比例ですよと考えてくれても OK。だから、反比例ですよ式になってまして、ほらね、VP ね、うん。これに対してそう。近実点の方に対してほら、分子に対して分母に1マイナス E かけ A ね。 で、VA です。円実点の方ですように対応して、今度分子の方にね、こう、あべこべにね、1たす E かけ A という風になってますよとね。で、それでもってそう。ちゃんと1、1ひく E 分の1たす E。こんな感じでそう。速度の比が出てきますよとね。で、それでもってそう。まあ、だからそう。 一応そうね、明示しといた方がいいかなと思われるのは、そうです。A を約分したこの式かなっていう値ですけどもね。で、それでもってその後は指定された0.21を代入し、こんな値を出してもらえりゃ OK よということです。で、それから次。D ね。水星の近日点において、 太陽方向に直行した平面ね。これが受ける単位時間、単位面積あたりの太陽放射エネルギーは、円実点の何倍かとね。で、今度はそう、軌道離心率 E ね。これを用いて表せ。だそうです。ということで、さあ、何を使うんだったかなと言いますと、そうなんですね。単位時間、単位面積あたりで受ける放射エネルギー。これって っていうのは、そうです。放射源ね。まあ、ここで言うんだったら太陽ね。までの距離の事情に反比例という関係です。で、それでもって、今回言っているのはそう。結局、近日点の方が円実点の方の時の何倍でしょうかとね。いうことを言っておりますので、あくまでそう。 反比例ですよということになりまして、はい。近日点の方の1マイナスイ、e、分の円実点の方の1プラスイ、e、全体の事情倍ね、うん。ってな感じで出してもらえりゃ問題なしよというあたりでした。はい。まあ、な感じで一通りで、うん、まあね、結構もちろん思考力を要する部分もあるんですけれども、ちゃんとね、 図を書いて整理していってもらえれば、なんてことはないじゃないというね。まあそんな問題もたくさんありますからね。まあしっかりと卒なく整理することを忘れないでくださいなというところでした。はい。じゃあそんなあたりで本日の授業、お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうか あ,あ面白いな、分かったな、と思っていても、一週間、二週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。